そ、なんでこんなことに。違う、本当に知らないの、信じ。81番、静かにしろ。性根が治らん限り外には出られないと思え。ヒサ。だらだら歩くな、81番。どうしてこうなっちゃったんだろう。私はただ依頼を受けただけなのに。ありがとうございます。倉庫を取り戻せました。よかったです。あとは警察に。あれ、まだ呼んでないのに。こら、貴様何やってる。あ、こっちです。この人たち倉庫を占拠して。傷害の現行犯で逮捕する。いや、私はこの人に頼まれてって。あれ、あの人は。あの人、最初からお前一人だったぞ。そんな、私本当に依頼を受けて。言い訳は署で聞こうか。ほら、さっさと歩け。その後も誰も私の話を信じてくれなくて。着いたぞ。ここが貴様の官房だ。入ったらもう後戻りできないよね。こうなったら自力で脱出するしか。ダメ、カメラに映っちゃう。それにここで暴れたらそれこそ犯罪者。それだけは絶対ダメ。私がその真面目にここで過ごせば話を聞いてくれるってことですよね。口答えせずにきっちり反省したらな。しょうがない、今は耐えて無実を証明しなきゃ。いらっしゃい、81番。おい、早速口答えか貴様。いや、なんで男の人と一緒なんですか。黙れ。凶悪犯は性別問わずこの特別刑務所に入ることになっている。異議は許さん。っていうことで仲良くしようぜ、81番。よろしく。俺たち先輩だからよ。ここのルールたっぷり教えてやるぜ。きっちり丁寧にな。早くここを出なきゃ。こうして私の受刑者生活が始まった。そしてこれは私と囚人たちとの戦いの始まりだった。開始。ここで裏返して。よし、81番できました。早いな、見せてみろ。はい、こちらです。で、あれ、私のバッグは。バカにしてるのか貴様。そんなに懲罰房に行きたいか。すみません。おかしい、確かに作ったはず。あ、あれは私のバッグ。ちょっと。あ、知らねえな。いや、まだ何も言ってないんですけど。やっぱりあんたたちでしょ。だから知らねえって。なんだよ急に。とぼけないでよ。私が目を離した隙にすり替えたんでしょ。俺たちは真面目に仕事してただけだ。お前と違ってな。ほら、とっととやれよ。それとも騒いで懲罰房行きてえか。あー、そう、そっちがその気なら。そっか、ごめん。私が勘違いしてたんだね。え？疑ってごめんね、25番、36番も。おう、なんか思ってたのと違えな。バカ、黙れ。9番に聞かれる。感情的になっちゃダメだ。無実を証明するために耐えないと。ち。おい、81番、バスケやろうぜ。俺たち流の歓迎だよ。どうせやることないんだろ。まあ、一人で過ごすよりは刑務官の印象はいいと思うけど。私が知ってるバスケじゃないんだけど。俺たち流って言ったろ。楽しく遊ぼうぜ。うわぁ、当てたら1点がここのルールだ。いや、そんなバスケあるか。刑務官、これルール違反じゃ。ってよそ見してる。ほらほら、どうした。ルールに従わなかったらどうなるかな。こんなのめちゃくちゃ。これにも耐えなきゃいけないの。でも何ぼーっとしてんだよ。何？取るのはルール違反じゃないよね。なんだこいつ、触れねえ。あっという間に抜き去りやがった。冗談だろ。左手は添えるだけ。普通にやった方が点取れると思うよ。くそー。ほら、行くよ。うわ、また取られた。また抜きはやめろ。また抜きはやめろ。使えねえな。張り切りすぎて体ベタベタ。てめえらやる気あんのかこれ。そうか、このシャバー強要だった。いつになったらあいつ追い詰められんだよ。すみません、81番の野郎なかなかしぶとくて。81番って私。
せっかくの計画が台無しじゃねえか。あの人、依頼人さん？なんで刑務所にいるの？いやでも考えましたね、兄貴。仮釈放中にあの女、罠にはめるなんて。罠？そうだろそうだろ、俺の力があればどうにでもなるからな。さすが兄貴、洗脳怖え。洗脳？あそういうこと？うん？どういうことなんだ？盗み聞きツアー、いい度胸だな。共用スペースでベラベラと犯行自慢してるそっちが悪いでしょ。っていうことはもう大体お察し済みってことか。ええ、全部あなたの仕業だったのね。あなたの能力は洗脳、それで刑務官や警官を操っていたのね。なんでこんなこと。誰も信じてくれないってのはつれえだろ。それこそが俺たちの気持ちだよ。何が言いたいの。ああそっか、そりゃそうだよな。自分が捕まえた悪い奴の顔なんざいちいち覚えてねえよな。まさかあなたたち。そうだ、俺たちは過去にお前たちにやられた慣れの果てだ。全部復讐のため。手始めに一番弱そうなお前を地獄に招待してやろうと思ってな。あの時あなたは本当に困ってるように見えたのに。ああ残念だったな、全部計画通りさ。やれ。はあよかった。何？心の奥にずっと引っかかってた。実は本当に私が悪いんじゃないか、だからあなたがあの場から逃げちゃったんじゃないかって。でも違った。意図や事情は分かんないけど全部あなたの策略だったんだね。だったら胸を張って耐えられる。ついに行かれちまったか。お何の音だ。それに自分が正しい行いをしていれば気づいてくれる人は必ずいるでしょ影。うわぁ怒りっぽかったぜ。てめえは。どうもカレコレ屋です。遅いよバカ。つーかヒサ、お前服どこから侵入した。あのくだらねえ面会の時だよ。まあ実際あの後くらいしか潜入のタイミングはねえからな。いろいろ探してたわけだ。いろいろ？そう、これとかな。刑務官、俺たちの不正は無視するんだ。代わりに81番を追い詰めろ。わかりました。これは。てめえが刑務官に洗脳かけてる証拠映像ってとこだ。ついでにさっきのてめえの自白バッチリ録音させてもらったぜ。くそ。お前ら逃げるぞ。もっとそうはさせるかよ。シビ。すまないヒサメ、彼らに事情を話していたら遅れてしまった。いやバッチリだぜシディ。この人たちってヒサを捕まえた警官とここの刑務官だ。思い出そうとすると頭が。ああ貴様ら何やってる。つーわけだ、とりあえずヒサの釈放手続き頼むぜ。わかりました、大変申し訳なかった81番。いやヒサメさん。刑務官さん。行こうヒサメ。待てよ、何てめえだけ無事に終わったみたいな面してんだよ。どの道俺もはめるつもりだったんだろう。教えてくれよここのルールを。ヒサにやったみてえによ。ああ確か当てたら1点だったよな。いやそれはボールの話で。じゃあ俺がここを出るまでに何点取れるか楽しみだな。無事に釈放されてよかったなヒサメ。うん、ありがとう二人とも。ま、これからはいろいろ気をつけねえとな。今回みてえにあらぬ疑いをかけられることもあるってことだ。うん、本気で疑ってた？は？なんだよヒサ。だって私。ヒサがあんなことするわけねえだろ。カレコレやなめんな。影。くだらねえこと言ってねえで帰ろうぜヒサ。うん。プロットと東京タワー夢のコラボがついに実現。楽しいミニゲームや限定グッズ、コラボチケットなどが盛りだくさん。みんなぜひ遊びに来てくれ。ペチペチ。今月のカレコレのネットプリントが好評販売中。みんなぜひゲットしてね。